これで3番4番の前にランナー3塁というチャンスを作りました。イーグルス。ライオンズはピンチ。マウンド上岡本、前のイニングよりも、これは前のイニング2アウトからのエラーのランナーで、これをきっかけにして満塁まで行きましたが、それよりも大きなプレッシャーを感じるような打順です。ワンアウトランナー3塁、バッターは3番銀次。内野は前に出てきました。初球レフトへ上がった打球は前に落ちそう。ワンバウンドヒット。三塁ランナーが帰ってきます。銀次のタイムリーヒットで1点先制。イーグルス、5回の表。しぶとかったですね。いや、今のはいいバッティングをしましたね。ピッチャーとしてももう目いっぱい勝負して、はい、アウトローに投げ切りましたよね、チェンジアップはね。これはまあさすが銀次選手のバッティングにはなりましたね、はい。ボール気味です ね、 ですね、アウトローというかね、まあ、時折これを打ったらバットの先が地面に触れてしまうのではないかというようなバッティングをするタイプの、そうですよね、選手ですけどね。